車軸藻類。車軸藻類は、種子植物のような姿の藻類である。車軸も、フラスコムなどが含まれる。より上位の分類に関する話題は、車軸も綱を参照のこと。車軸藻類は、その姿が、種子植物の水草に似た、淡水に生育する藻類の一群である。藻類としては、複雑な形をしており、具体的に言えば、根があって、 低質から立ち上がる主軸があり、主軸には多数の節があり、節ごとに臨生状に枝か葉のようなものが並ぶというものである。大きいものは高さ数十センチメートルに達し、一見は沈水性の水草である松もや杉なもに似た姿、あるいは死だ植物の特差類に似た姿である。しかし、その構造は全く異なる。多細胞ではあるが、 イカンタバのような組織的な構造は発達せず、はるかに簡単な作りをしている。主軸は、節から節までは、非常に細長い細胞からできている。これを節間細胞という。節の部分には、節分細胞という、小さな細胞が円周状に配列する。節から臨生状に生じる枝か葉のような部分も、主軸と同様にいくつかの節に分かれ、節の間は、節間細胞で、 節の部分には節部細胞があり、ここに生殖器がつく。節間細胞は長さが数センチメートルにも達する細胞で多くの核を含む多角体である。その中央を液胞が占め、周辺部には葉緑体が並ぶ。周辺の原形質には原形質流動が見られる。ここに見られる原形質流動はその流れが速いことで有名である。部からは 加工が出て、植物体を固定する。生殖器は、有性生殖器と姿勢生,生殖器の区別があり、往々にして両者が並んで生じる。有性生殖器は、休憩で、中に生子を形成するので造成器とも言う。姿勢生,生殖器は壺型で、周囲の壁は5個の細胞が互いに並んだもので、形成される。これらの細胞は、螺旋状にねじれ、 それぞれの先端に生じた突起の並んだ中央に入り口がある。内部には1個の卵胞子が入っている。植物体は単層である。卵細胞は増卵器の中で成熟する。精子は造生器の内部にある造生糸の中に形成され、外に泳ぎ出る。精子は細長く、先端近くから2本の弁毛を後ろになびかせる。その形は、 コケ植物のそれに似ている。精子は増卵期の先端から侵入し、卵細胞を受精させる。受精した卵胞子は発芽する前に、原数分裂を行う。多くのものでは、夏以後に卵胞子が形成され、これが冬を越して、春に発芽する。多年生のものもある。車軸もは、その一部は、水田や採用水路にも生育するので、 ごく普通に見ることができる。ただし、他の水田雑草と同様に減少の激しい地域もある。見かけ上は、種子植物の水草のようにも見えるが、ある程度以上に生育すれば、林生枝の節ごとに生殖器がつく。これが赤みを帯びて、目立つので、区別は簡単である。比較的綺麗な流水中に生育するものもある。しかし、多くの種は故障に生育し、 透明度の低くないところでは、出植物の水草が生育する深さより深い部分に、車軸藻類の密生する区域がある場合が多く、これを、車軸母体という。ただし、近年、各地の故障において、不栄養化など、人為的格乱による影響が大きく、それによって損なわれた部分が大きいという。保湿リモなど数種については、野生では絶滅したと考えられている。 野尻湖では、幸いに保湿リモの培養株があったことから、これを自然に戻す試みが行われている。シャジ軸草類の多くが環境省のレッドデータブックで、絶滅危惧種に指定されている。日本に自生していた池田シャジ軸も、中禅寺フラスコモなど4種はすでに絶滅しており、幸い株なども現存していない。光合成色素は、クロロフィル A と B であるから、 ごく広い意味では緑藻に含める。しかし、舎軸藻類はその形態が藻類中でも独特である。生殖器が複数の細胞からなる壁から構成されている点など、藻類には他に例がない。従って単独で一つの門を構成させる分類体系を取られることが多い。他方、その姿が陸上植物に似ており、増乱器の構造はむしろ苔植物などに似ている。 ただし、この構造が、苔植物のそれと騒動であるとはみなされていない。しかし、その他、様々な特徴から、この類が最も陸上植物に近いものと、考えられている。また、緑草類のうちでも系統が近いと考えられる。星見泥目、接合草類などいくつかの群も、抗議の軸草類に含める場合もある。競技の舎軸草類には、舎軸も目のみを置く。 代表的なのは、車軸も属とフラスコも属の二属である。車軸も属は、臨生枝が枝を出さないのに対して、フラスコも属のものは、臨生枝がにまた分子をするのが特徴である。身近によく見られるのは車軸もの方が多いが、日本国内ではフラスコもの方が、種数ははるかに多い。車軸も目、食用や飼料などの有効利用はされておらず、人との関わり合いが少ない。 巨大な細胞が原型質流動の観察に適しているため実験材料に使われる。アクアリウム市場で社畜もの仲間がニテラの商品名で稀に流通している。BE シュリンプや稚魚の隠れ場所として淡水の水槽に使用される。繁殖力が旺盛で他の水草に絡まるため水槽のレイアウトを保つのが難しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。